こんにちは、プロトリュフチャンネルです。秋の七草の一つに萩があります。可愛い花が咲きます。まあ代表的な品種は宮城の萩という品種が代表的なんですが、まあ、全国各地にいろいろな種類の萩があるようです。まあ、萩というのはこうたおやかな姿が一瞬草のようにも思いますが、実は落葉性の低木で木です。で、まあ、冬の間に葉っぱが落ちてしまって、また春新芽が伸びてきてぐんぐんと育つということですが、実は先ほども言ったように木ですから、どん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 太くなってきてしまいます。まあ、萩のトンネルなどというのもあると思うんですが、あれはそのまま伸ばしていくと2メーターぐらいになってということですが、まあ、50センチ1メーターぐらいの草丈で萩を楽しみたいのであれば、春ですね、まあ、5、6月ぐらいまでには思い切って10センチ、15センチぐらいの場所、この辺りですかね。で、切っておくとそこから脇芽が出て育ってくるので、細い状態でこうスラッと伸びていく。なのでこのように重みで下がるという姿が見られるということです。まあ、状況に応じて50センチで切るのか1メーターで切るのかは皆さんの目的に応じてということになりますが、一度切っておくと長さの調整ができます。で、できればそのままというよりはこのようにいっぱい花が咲いた方がいいので、一度摘心してみてください。それとお日様は大好きな植物です。なるべくよく日に当てること、水は乾いたらやる。それと萩はマメ科の植物ですから、肥料をやりすぎるとどんどんと育っていってしまって花つきにくくなりますから、肥料はほどほどにしてください。冬枯れちゃったと思って捨てないようにね、ちゃんとまた春新芽が出てきます。ぜひ秋の七草の一つですから育ててみてください。